なんだか急に気温が下がってきた。風邪ひくと大変だからくっついて歩こうね。もみじ、こんなに綺麗なのに地面に落ちた後は誰も見ないんだよな。そうだ、できた。おはよう。なんか熱っぽいな。大丈夫か？もう今日はこのまま病院へ行った方がいいんじゃねえの？そうする。ウイルス性の風邪だって金の木さんには移ったりしないんだね。よかった。おい、大丈夫か？なんで二人が？安心してくれ、僕らは予防接種済みだから。ひくら川からこれ頼まれてな。ありがとう。俺は大丈夫なんですけど。金の木さんが何も食べないんです。とにかく安静に、また来るよ。ありがとうございます。金の木さん、どうして食べないの？もう熱は下がったよ。今日は学校休むけど、本当に心配をかけて。ほっとしたのはこっちだよ。お前それどこで？そっか、金の木さんきっと日の輪が心配で何も食えなくなっちまったんだな。お前は俺が病気してもちゃんと食えよ。やめ、これはどうしたらいい？これはすぐ掃除してしまうのが惜しいな。